皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。本日2022年、11月の23日、まあ、ちょっと見えますかね、光の加減どうかな。最近、イオンモールへ行った時にですね、気がついたのが、以前せっかくたどり着いた答え、自動化のレジですね、ワオンのカードで、まあ、6台ほどの自動のレジに対して、まあ、1人の従業員というような形で、まあ、行われていた、まあ、今の状況はそれがなくなって QR コード関係の、余計ややこしいそのシステムに、神戸市北区の岡和駅の近くにある藤原台のイオンモール店で導入されてると。で、QR コードか何かを読み取るために、こういう端末を用意してあると。で、昔もこれがあったんですよ。だからそこから話が、余計なものを作っちゃダメよと。それで以前の自動化のレジに関して何が合格点だったのかって言いますと、普通に人間が打つレジに関して結局スキャンするところとカードの読み取り機能がなかったらダメですよね。ただレジのところについて、もともと人間がいたレジのところについて使ってる金属とかの、あの基板とかの量が、まあ、同じぐらいで余計な端末機器がいらない。で、ワオンカードをかざすだけでいいんです。いちいち携帯電話とかのバッテリーとかを使用してると、それはそれで電力消費するんですよ。だからとにかくカードにしなさいっていうことで私言ってましたよね。だからイオンモールの役員の方たちは覚えておかなきゃなんない。で、各社員全員が覚えておかなきゃなんない。わかります？ノートを、自分でしっかりとつけておいてください。そこで仕事するんだから。そうじゃなかったら、ずーっと機材交換をしてる。で、そんなことで、いちいち経費なんかかけてられないし、エネルギーの無駄遣い、電力使うっていうことは、今だったら主なのがガス火力発電で原発何機か稼働してる。それによって、ウラン高騰が、消滅してます。加工したりしてますからね。プルトニウムとかにしようが、もう結局元はウラン高なんです。もう名前変えたりして遊んでるだけ、本当に。ややこしいことし始めるのが、もう大体工場とか、工場じゃなくて、教授とか、そのあたり、本当に。それで、何か業績を上げた気分になっていて、逆にそんな、わけわかんないことするんだったら、基本給下げますよと。東京大学だろうが、どこの大学だろうが、教授にまでなって、理事にもなって、そんなこともわかんないんだったら、全然話になんないんですよ。そんな人たち、役員という立場に向いてないんです、本当に。だから、そういったところで物事を固めなきゃならない。だから何が問題かって言ったら、金属の残存量問題だとか、ね、地球の穴掘って採掘してる資源に関して永久に採掘できるわけがない。で、掘ったら掘ったで大地震が発生してる。これもう認めてもらわなきゃならない。だから南海トラフって言ってるのは、メタンハイドレートに関して、深い位置にあるんですよ。愛知県の南の方の海にね。で、それは日本海側もあるんです。深いところまで掘らなきゃなんない。掘ったら掘ったで空洞出来上がるでしょ。で、水圧等々の重さで一斉崩落起きるでしょ。で、大地震が発生、津波発生。まあ、そういった形にな、まあ、なるかならないかは採掘の仕方にもよりますし、地震の規模も、それはもうわかんない、本当に。いつ崩落するかによりますから、本当に。だからその辺のことをご理解して、みんなエネルギー節約してもらわなきゃなんない。だから一度決まった内容を、いちいちコロ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 変えて、余計に私の、手間と時間を奪おうとしないでください。本当に。イオンモールの皆さん、しっかりしてくださいよ。本当に。それをご理解してもらわなかったら、人が結局働き手が入れ替わったりしてるのも一つの原因かと思うんですけども、正社員の人と課長係長、係長課長部長、専務常務専務、社長
まあ要するに代表取締役や取締役や支配人や、監査の人の方でもちょっとその辺の情報を押さえておいてほしいんですよ。イオンモール監査入ってます？もうそこまで僕も登記簿買うお金ないから、その辺対応を一回決まったことをしっかり守ってください。皆さんご協力のほどよろしくお願いします。それと、今の現状で、まあ、新しく作っちゃった人間のところでとりあえずスキャンしてもらって、で、支払いのところを、まあ、カードをかざしたりとかの、最終的な支払いのところね、あれをレジの、その先のところに、まあ、何箇所か作って、で、まあ、カゴを、まあ、こちらが運ぶのか、従業員が運ぶのか、まあ、どちらでもいいんですけど、そこがね、埋まってしまったときに、レジを売ってる人が手止まってるんですよ。目の前にスキャン、カードスキャンする機器、あなたたちが購入したものが目の前にあるでしょって、それで精算すりゃいいんですって。なぜ自分の頭で物事を考えないんですかっていうことなんです。もうそんな人たちばっかりだったらね、本当に基本給はあえていいのかどうか分かんなくなるんです。本当に。実力込みで、あれパーセンテージ変わってるんです。基本給の上げ方。その書類も、またいちいち市民情報室まで行って、僕の方で、あれ探さなきゃなんないんです。書類の山のところから。一回それね、入手したはずなんですけどね、もう自分の書類の中からそれ捨てちゃった可能性があるっちゃある。で、あれパーセンテージちゃんとあるんですよ。実力主義のところで基本給が何パーセント上げるかっていうところね、そんなもう15位なんかなかなかないですよ。そんなに世の中甘くない、甘くない。それは本当、そんなに基本給しょっちゅう上がっていったら、役職とかついていった時に役職手当とかありますから、そんなにたくさん上がっていったね、それはそれで無理な話になりますから、実務労働の内容的にね、そういった部分あります。まあ、その辺のところもしっかりと従業員の人たちがどう仕事をするかって今のマニュアルを教えたんだからしてください。で、こういうことはイオンモールの役員の人が現場入りなさいよ。何してるんです、本当に。役員報酬ばっかりもらって、たまには現場行って汗かかないと、本当に。体弱っちゃいますよ、本当に。スピーディーに動けばそれが良い運動になるんですから。ね。フィットネスジムなんかいらない。本当はあそこも金属回収地点。これが本当のことです。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。長い間ご清聴ありがとうございました。